生徒の関わり方っていう話をしていきたいと思います。で、皆さん非生徒母性どちらのタイプだと自分のことを思っていますかね。では笠井さん、母性ですね。母性ですか。母性。じゃあ小坂さんは母性ですね。小坂さん母性ですね。で、こう考えたときに不正の人って会長は自分ご自身で言っているように圧倒的な不正だと言っているように、僕は小山さんも不正だと思っています。まあ、割合といったら7対3や8対2ぐらいの割合で不正だと思っていて、で僕は、それに対して僕は、母性、圧倒的な母性型、なんなら8対2、いやもう9対1ぐらいまで言うぐらいの母性型で、そんな不正が不正と母性の関わり方の中で理想的な関わり方はこんな図になるんじゃないかなって考えたんですね。のような形が、不正型と母性型の理想的な形なんじゃないかなというふうに考えています。で、不正型の特徴として、会長や小山さんを見ていて思うのは、戦略というものが得意な人なのかなと思います。で、戦略っていうのは僕が考えるにこの箱を作ることで、で、その中身っていうのが、まあ、戦術って言われるものなんですけども、で、この戦略と戦術っていうのは、似て非なるもので、カテゴリーが違うものだと私は考えていて、だからこそ、母性型がやることは、不正型が考える戦略の戦略を受容して、で、その意図を踏まえた上で、戦術を考えていくっていうのが、母性型のやることだと考えています。で、今話した時に需要と意図っていう言葉を使ったんですけども、皆さんは意図をして相手の考えている意図を考えなさいっていう言葉をよく耳にしますし、よくそれを考えて仕事をしていると思うんですけども、今回はこの意図が重要ではなくて、こちらの需要っていう方が私は重要だと考えています。で、この需要っていう言葉、皆さんは聞いたことあると思うんですけども、なんか曖昧なところ多くないですか。この需要っていう言葉を私は大学時代によく聞いていました。私福祉学部卒で、で社会福祉士っていう、資格を取ろうと思ってたんですね。まあ簡単に言うと病院や、地域福祉事務所などで働くカウンセラーみたいな仕事を目指していて、で実際に病院などにも実習に行ってました。で病院で実習に行っていて、先輩のカウンセラー社会福祉士、ソーシャルワーカーの方によく言われていたことが、相手の言葉を受容しなさいっていうことをよく言われていたんですね。で、この相手の言葉を受容するっていうので、皆さん誰かに相談されたときに人は3パターンの反応をすると私は考えています。1つ目のパターンが、対立型、ただ話し言葉を聞いたときに反応で拒否をしてしまう、そういう人がよく、まず否定の言葉から入ってしまう人がよくいると思います。これが一つ目のパターンで、で、二つ目のパターンが、追随型、相手の言葉の
ただ表面だけを見てそれに対してただうなずいてついていく人がいると思います。で3つ目が需要型って言われるもので、この需要っていうのは相手の言葉、相手のバックグラウンドも理解しながらパートナーとして一緒に並走していく姿っていうのがすることを需要するっていう言葉として福祉では使っていました。で今回私が言いたかったのは母性型もこれが大事なんじゃないかなっていうところ言いたいと思います。加藤さん、真面目に聞いてください。いや、同じ大学なのにこんなこと一回も聞いてもんね。そんな頭いい大学だったっけ。あの時ついてたのかと。あ、言ってました、言ってました。でかい句ですね。マジか。自分は覚えてたな。そう、見失ったんですけど。で、この並走っていうのが大事で、これは母性型が、父性型のリーダーとやるべき行動だと私は思っていて、まとめると、まとめるとですね、相手の言葉を受容しながら、パートナーとして父性型と関わっていく、部下として関わっていくのではなくパートナーとして関わっていく意識を持ちながらやっていくことが父性型のリーダーの力を最大限に生かし、私自分自身も成果を出す仕組みなのかなというふうに考え方なのかなと思っています。以上です。ありがとうございます。自分になる東京コンサルティンググループ。